EA-6 プラウラー EA-6BEA-6 はアメリカ合衆国のグラマン社が開発した電子戦機。A-6 イントルーダー艦上攻撃機の解説系型であり主要型である B 型の愛称はプラウラー。1960年代より数度改良されながら運用が続けられ2019年3月に退役した。 EA-6A1960 年代に入り、A-6 イントルーダー攻撃機の開発が進んで、くると、十分な搭載量を有する、この機体を電子戦機とすることが検討され始めた。まず、アメリカ海兵隊が A-6A に電子戦装備を搭載した EA-6A を開発した。これは1963年4月に初飛行し、 1965年には、第2根性偵察飛行隊に配備が開始された。1966年からは、第1根性偵察飛行隊とともに、ダナンを基地とし、ベトナム戦争に投入されている。これは、e、EF-10 スカイナイトを更新するものであり、電子偵察、電子妨害、敵防空網制圧を目的とするものであった。A-6A と、 同じく福崎であり、操縦士と電子戦士官が登場する。機種の 20cm 延長やレーダーの乾燥のほか、垂直尾翼上端には膨らみを持つレドームが追加され、イズム装置として、当初は、アン、アルクマイナス53、後にアン、アルクマイナス86が搭載された。また、アン、アルクマイナス55通信ジャマーに加え、機外に、 ポッド式で複数の案、歩くマイナス76ジャマーを装備した。電子妨害装置以外にも、AGM-45 シュライク対、レーダーミサイルを用いた攻撃能力を有していた。しかし分析や妨害は、手動で行う必要があり、複雑であったこともあって、ベトナム戦争の濃密で作装した、環境下では、正常な手順を踏む、時間的余裕がなく、 実用上 SA-2 対空ミサイルのみを対象とし、しかも周波数の的を絞らない山間的な無指向性妨害しか行えなかった。非公式にエレクトリックイントルーダーとも呼称されている。心臓の15機及び回収機を含めた計27機の生産が行われ、予備役としての期間も含め、1990年代まで運用された。 EA-6B アメリカ海軍は、ベトナム戦争に当初、電子戦機として EA-1 スカイレーダーを投入していたが、老朽化、低性能化が著しかった。北、ベトナムへの爆撃が本格化すると、自軍航空機の損害抑止のため、北ベトナム防空網の制圧が必要となり、より高性能の関西電子妨害機を求めることとなった。 新しい電子妨害機として、A-3 スカイウォーリア攻撃機の派生型である、エッカ -3B スカイウォーリア電子妨害機の部隊配備を進めるとともに、当時最新 A の A-6 イントルーダー攻撃機を改め設計し、電子妨害機にすることとした。通常、e、EA-6 といえば、これによって開発された B 型を指す。 アメリカ海軍の A-6 解説系の電子戦機の計画は1964年6月より開始された。1965年には開発契約が結ばれ EA-6B と命名された。EA-6B は A-6 攻撃機を大幅に改め設計した電子妨害戦人機であり、海兵隊の EA-6A とは 全く異なっている。A-6A の胴体を1.37メートル延長し、4座機に変更されている。操縦士1名と電子線、要員3名が登場する。さらに、垂直尾翼上端に受信用の大型のアンテナ用フェアリングが設けられた。電子妨害発信用のアンテナ関連機器はポッドに収められ、機体化の5箇所のハードポイントに搭載する。 ポッドへの電力供給は、ポッドに付けられた風車による発電によって行われている。対象の脅威に応じて必要な周波数帯向けの妨害ポッドを選択、搭載できるようになっている。このほかキャノピーについては、電磁波の影響を避けるために非常に薄く金が貼られている。1968年5月25日に、 A-6A 改装の空力試験機が初飛行を行った。電子戦機材開発用の機体も A-6A から改装されて試験を行っている。1969年より量産が開始され、1971年1月より第129電子攻撃飛行隊に部隊配備が開始された。その後、すぐさまベトナム戦争に投入されている。 その後も、エルドラドキャニオン作戦や、湾岸戦争などに投入された。1991年まで生産が行われ、生産機数は183機アメリカ空軍の電子妨害機 EF-111A レーヴンが国防総省の方針により、電子戦機の効率的な運用のため1996年に退役し、アメリカ軍の電子妨害戦人気は、 EA-6B に一本化された。そのため、アメリカ空軍の要因が EA-6B の運用にも関わることとなり、運用部隊も一部再編成された。冷戦期から各種戦役で大きな戦果を上げた EA-6B は、冷戦終結後も様々な場所での適防空母、制圧任務で活躍した。2015年、 海軍の EA-6B は、後継機の EA-18G グラウラーへ、機種転換され退役した。海兵隊では3個飛行隊と1個訓練飛行隊で、運用され、日本の在日米軍基地にも飛来することがあったが、2019年3月8日に、ノースカロライナ州チェリー、ポイント海兵隊航空基地で、 第2海兵戦術電子戦飛行隊が解体し、海兵隊の EA-6B も全機体液となった。EA-6B の主要な目的は、電子妨害及び敵防空母制圧である。電子妨害用機材の中心となるのは、a n マイナス9 9であり、これのコンピュータと受信アンテナ部分を機内に搭載し、受信した。 電波源の測定などを行う。妨害電波の発信は、機外ポッドから行う。各ポッドは2機のアンテナを持ち、サブタイプごとに対応する、周波数帯が異なる。この他にも、アン、アルク92通信妨害装置などを装備する。要因は、前席の1名が通信妨害、鉱石の2名が電子妨害を担当する。 物理的な攻撃兵装として、能力向上、通型対抗では、AGM-45 シュライクや AGM-88、ハームなどの対レーダーミサイルも搭載でき、自力で、電波源への攻撃も行える。ありがとうございます。